1年生の皆さん、こんにちは。元気にしてますか？学長の片桐です。函館にいる皆さんも、函館にいない、函館外にまだいる皆さんも、オンライン授業で頑張ってくれていると思います。今日は3つほどお伝えしたいことがあります。最初は奨学金です。22世紀奨学金という名前の奨学金を未来大は今年度から始めました。未来大を支えてくれるさまざまな方の寄付をもとに作った奨学金です。これは将来を見据えて皆さんの学業、勉学に励んでもらう、そういうことを目的として設立した奨学金です。皆さんの成績、学業の成果に従って奨学金を出すつもりです。1年生の時の成績、優秀者を対象に、2年生になってから総額で100万円ぐらいの規模の奨学金を想定しています。これから期末試験になります。ぜひ皆さんもこの奨学金を目指して一生懸命勉強してください。2番目は学長と話そう会という企画です。7月の18日19日の週末に、皆さんもご存知のように、未来大のキャンパスをまだ見たことがないという1年生を対象にキャンパスの見学会を催しました。全体で35名の方が、学生さんが来てくださいました。その時に直接お話をしたのですけれども、皆さんがどんなふうに過ごされているか、オンライン授業どんなふうに頑張っているか、いろいろ話を聞かせてもらって、とても私としても参考になりました。残念ながら函館にいない皆さんもいらっしゃって、その機会に参加できなかった学生さんもたくさんいらっしゃると思います。それで今度は Zoom で皆さんと直接話をする機会を設けようと思っています。これから期末試験ですので、期末試験が終わった頃を想定しようと思いますので、また皆さんにお伝えしますので、メール等でお伝えしますので、ぜひ学長に何か言いたいことがあるという皆さんは参加してください。3番目は後期についてです。後期の授業については少しずつ対面授業を取り入れて、対面とオンライン授業をミックスした形にしていくというふうな形で今検討しているところです。詳細はまだ、時間割はまだ決まってませんが、決まり次第皆さんにお伝えをします。私の方から申し上げたいのは、このオンライン授業というのはコロナのが終結した後も多分続くであろうと。オンライン授業というのは、対面と比べて劣る点もありますけれども、一方対面にはないようないい点もあるということがだんだん分かってきています。ということで、これからは対面とオンラインの良いところを取り上げて、新しい大学の教育というのを作っていく、そういう良いチャンスになるというふうに私としては考えています。皆さんもそういうふうに考えていただいて、新しい教育を一緒に作っていくと、これは実験であるということで後期の授業を取り組んでいただけるとありがたいと思っています。後期になったらば皆さんと対面でお会いできることを楽しみにしています。それまでどうぞ元気で生活してください。